FM 横浜ポッドキャスト。横浜生まれ横浜育ちで現在メジャーレーベルユニバーサルミュージック EMI レコーズの制作ディレクターであり、新人アーティストの発掘と発信をサポートするクリエイティブプロジェクト今ラボの主催でもある今村圭介がお送りする FM 横浜ポッドキャストプログラム、音楽業界の今、新人アーティストの今、何年も何十年も続いていく音楽や音楽業界との関わりも、きっとこの今から全てが始まるはず。 FM 横浜ポッドキャストを聞いてくださっている皆さん、こんにちは。ユニバーサルミュージック EMI レコーズの制作ディレクターで、新人アーティストの発掘と発信をサポートするクリエイティブプロジェクト今ラボの主催もやってます、今村圭介です。第1回目、そして第2回目、聞いてくださった人が果たしているんでしょうか。ちょっとそれは分からないんですけど、なんか娘は聞いてくれていて、あんまり早口にならないのにお父さんと言われて今日来ましたけど、ちょっと早口かもしれません。今日の第3回、それから次の第4回ではですね、少し新人アーティストの人たちのためにもなったらなと思っていて、新人アーティストの発掘の方法だったりとか、それから今その音楽業界が少し変化していることに伴って、アーティストとかクリエイターとか、あとスタッフにもしかしたら求められているものが少し変わってきてるんじゃないのみたいなところの話ができたら、少しはなんか役に立つかなと思っています。で、まあ、僕一人だとやっぱり多角的に話せないんで、今日はですね、僕の大好きな、友人でもあり、ライバルでもあるゲストを、お招きしてですね、一緒に話していけたらなと思っています。ゲスト、江守裕和さんです。よろしくお願いします。いや、こんばんは。こんばんはですかね。こんにちはですかね。ありがとうございます。ちょっとあれですね、紹介をさせてもらいましょう。はい。今現在東京カランコロン、魚もん、マカロニ鉛筆、やゆよ、それからウォンを輩出しているですね、タルトというレーベルの代表しています、はい、江守裕和さんです。まあ、代表もされていつつ、プロデューサーでもあり、チーフマネージャーでもあると。これ合ってますかね。はい、合ってます。はい。他に、自己紹介を軽くしていただいてもいいですか。はい。大元の母体は、株式会社エッグマンっていう、渋谷にある老舗のライブハウスが母体です。ライブハウスの中に、マーフィンディスクスっていうインディーズレーブルがありまして、そのマーフィンディスクスの中に、スーパービバーとかが、所属するドイドっていうレーベル と、ミニマフレコードっていう、チョコとかが所属するレーベルと、僕が立ち上げたタルトっていうレーベルがあって、そのタルトの、レーベルヘッド兼マネジメントチーフマネージャーやってます。ありがとうございます。今日もですね、僕は地元が横浜っていうのもあるんで、ランドマークタワーの F 横のスタジオでちょっと喋らせてもらってるんですけど、はい、今日江守さんはですね、都内でレコーディングがあるということで、電話で参加をしてくれてます。はい。本当はね、居酒屋とかでね、やりたかったけど。そうなんですよ。ちょっとなんか変な感じだし、ちょっと緊張しますね。なんかその雑談とはいえ、そうだね、普段通りとはいえ、うん、ちょっとでもちょっとお顔見れるんでよかったです。そうだね。リアクションが分かるだけでもいいし、うん、慣れてきそうな感じするよね、多分うちらね。はい。江守君は、僕はですね、エモヤンって呼んでるんですけど、エモヤンとどこで最初に知り合ったのかっていう記憶が、はいはい、多分僕たちどうせ飲み屋で知り合ってるだろうから。いや、そうなんですよ。だからいい思い出ないんですよ。絶対に。だから覚えてないんですよ。そうだよね。本当に覚えてないのって珍しくないですか。珍しい、すごい珍しくて、きっとだからどっかでは出会ってるんだけど、まあ、で繋がっていって、まあ、もう本当に近いところにもうみんな友達がいっぱい、僕たち、はい、いっぱいいて、で、で僕もだからそのエモヤンのことを多分その場で出会ったけど、出会った時が覚えてないぐらいだから、その後もう何年もだから何かでつながってるけど、はい、何かを一緒にやるってことはなくて、また多分飲み会で会うぐらいの感じだったところに、いつも一緒に仕事しようって言ってたのに結局十何年やってないんですよ。そうなんだよね。そう、でもやっぱりなんだろう、東京カランコロもそうだし、魚もなんか常に最前線にいる、エモヤンがやっぱり見つけてきて一緒に育成して立ち上げているアーティスト、まあ、アーティスト自身がまた素晴らしいっていうのはもちろんあるんだけど、そこに対するなんか手法も含めていつも新しいなっていうのはすごい、どっかで常になんかね、何かを探すたびに、まあこれまたエモヤンのやり方だとか、エモヤンのアーティストだっていうのがやっぱりあって、それ常になんか多分僕も意識をしてたっていうのがあって、多分そのうち後半になると僕は具体的にあのインストアのやり方どうやってやってるのとか、割と聞き始めるっていう、そのぐらいやっぱり僕の中でもかなりリスペクトがあって、でそんな中でね、またマカロニ鉛筆を見つけてきて、それを立ち上げて、やっぱりこの間なんでもないよがやっぱりアップルミュージックで1位になるっていう、
あそこまでついにやっぱり自分で全てゼロから見つけてきたアーティストで、しかもノンタイアップで、はい、あそこまでやっぱ持ってったかと思って、まあね、もちろんアーティストは少しだけど、縁もいろんなタイミングとか、まあ、マカロニも、ね、野村さんご存知ように、うん、結構長年、今年で結成10周年なんで、やっぱり長かったんですよね、うん、だからカランコロやった時もサカナマやった時も、まあ、マカロニも今やってる、ね、新人で、うん、育成やるよもそうですけど、うん、まあ、ボンっていう、まあ、ある意味バンドじゃないの初めてやるんですけど、ちゃんとしてるんですけど、まあ、やってることそんな大きく変わんないし、うんうん、もちろんその時代とかタイミングとかそのメディアとの一緒に、ね、コラボの仕方っていうのは変わってくるんですけど、うん、もちろん感覚的な部分もありつつ、戦略的な部分もありつつ、うんうん、それがハマるときと数年後報われることとかで、特にマカロニはその後半の数年後報われたパターンというか、うん、でその中でその、ね、全く知らない状態でそのね、ここまでアーティスト、まあ、今現状5アーティストを見つけてきてるわけで、なんかその M ヤン的になんか必ずここは見てるよみたいなところってあるのか、うん、カランコロンとかサカナモンとかが出会った時とかで言うと、うん、やっぱり SNS もちろんあったし、うん、YouTube も始まったばっかだけど、まあ、それほどまで 今みたくそのテレビの力とかラジオの力とかめちゃめちゃ強い時代だったし、うん、その中でやっぱりアーティストのスケール感みたいなのはもちろん僕はなんかその発掘するタイミングで見ます、はい、要はどんなにかっこよくても最終的になんかお互いに苦労してしまうというか、残念な結果になってしまうというか、残念な結果になってしまうと思うのがあるので、なんかやっぱりこのバンドは例えばホールでやってるのが見えるなとか、リングスバックに演奏してるのが見えるなとか、スケール感予想できるかとかは楽曲の幅の広さとかソングライティングっていう根本の部分は一番まず見ますね、はいはい、でそれに付随する意味で言うとボーカリストの歌っていうところは僕は結構気にします。なるほど、あれだね、見てるところ結構自分も近いかもって今やっぱ聞いてて思って、はい、やっぱりライブとか見てこうなんか自然とこうね、に日本武道館とかアリーナとか、うん、まあ、東京ドームみたいなところまで描けるかどうかはあれだけど、はいはい、うんね、その辺がこう背負えるかみたいなところがちょっと透けて見えるかっていうのと、確かにボーカル力、はい、あとまあボーカル力でいうと志村正彦がとても上手かったかというとそうじゃないけど、うん、まあ、ちょっと独特な他の人には出せない声色とか、ね、うん、癖とかね、うん、確かにそういう意味ではあの近いところと、まあ、僕も個人的になんだろう、他の誰かが鳴らせる音楽をやってないっていうことをやっぱ見て、なるべく見ようとしてて、うんうん、だからなんかそういうところがね、カランコロもサカナモンもね、マカロニ鉛筆もやっぱりリスペクトする、ね、先輩たちはいるんだけど、うん、やっぱその人たちじゃないと聞けないもの、ツインボーカルだって、うん、あの時のね男女のツインボーカルあんまなかったし、はい、うん、ね、あのそういうところがやっぱり見てるポイントなのかもね、うちらで言うとね、うん、そうですね、なんかまあ1個とか2個とかって具体的に出せってなると、そんな感じになりますよ ね。なんかもちろん感覚的な部分があるし、うん、その時その時のなんかシーンとか、うん、で今あるシーンだから逆にやっても遅いじゃないですか、うん、デビューの頃にはなんか行きそうなシーンとか、ね、海外でこういうの今聞いてるから日本もちょっと遅れてこういうの来るよなとか、うん、若干その計算しないでも体でなんとなくとか、はいはいはい、あるのあるじゃないですか、あるね、確かに、ね、個人的にはなんかその自分のレーブルだからと同じこれっぽいなとか、これとこれ同じだよな、ちょっと近いよなみたいなのやりたくないんですよ、自分の感覚の中で、とか周りに言われる意味で言うと、はい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 、そこだけは結構こだわってる感じがあります、レーベル的に一つでも変えていくっていうね、うん、まあ、ちょっとね次第4回もね、また引き続きあの江守くんに今度逆にスタッフ側とかに求められることとかもちょっと聞いてみたいなとも思いつつ、まあこの第3回ではですね、そのやっぱりその新人アーティストってどういうところを見てるのかなみたいな、あとまあ発掘のね方法って多分今ってまあメディアもいっぱいあるし、まあ TikTok なり Twitter なり、まあどこでも発掘できるし、まあライブじゃ、ライブ会場でもちろん発掘したいけど、そうじゃなくなってはいるけど、まあ結果僕たちは相変わらずやっぱりそのなんだろう、そのライブ会場における割と根本みたいなものを結局は見てるよねみたいな話で、なんかなんとなくうまくまとまったかな、わかんないけど、うん、そうですね、いやでも総称してくれてるというか、はい、まとめてもらってるんで、ね、はい、そんな感じはありますね。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もあれなので、一旦第3回については江守さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。 FM 横浜ポッキャスト今ラジオ音楽でドキドキしたい君へ、後半戦はですね、今ラボの、ニューカマープレイリストから2022年上半期のホットプレイリストということで、トップ20を、お送りしています。
それぞれ1回ごとに今ラボのキュレーターの皆さんに1人4組紹介してもらって、プラス1組、特別枠ということで、今村がですね紹介して計5組、かける、4回分ということで、上半期のトップ20を紹介させていただいています。でこの内容はですね、今ラボが月に2回お届けしている、ニューカマープレイリストがあるんですけど、その番外編ということでですね、今ラボニューカマープレイリスト、F 横番外編スペシャルというところで新しくプレイリストを作ってですね、そこで紹介していますので、もしよかったらそれをぜひチェックしてください。 Apple Music、Spotify でも当然聞けますし、今現在、今ラボのプレイリストは、LINE Music の公式、にもなってますので、そちらでもチェックすることができます。ということでですね、今回4人の今ラボキュレーターの皆さんをゲストに招いて、それぞれアーティストを紹介してもらってます。今回第3回目、花さんに来ていただいてます。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。おそらく、今ラボのキュレーター、何人かいてくれてるんですけど、で、間違いなく多分ナンバーワンですね。今日来ていただいてる花さんナンバーワンです。あのもう、その圧倒的な数と、それから圧倒的なクオリティと、あともう驚くほど本当にみんな、フォロワー数が少ない状態で見つけてくるんですけども、一桁とかですね、花さんになるとほぼほぼもうそのぐらいの状態から見つけてきてくれて、しかもなんて言うんですかね、もうすぐにトップレベルのアーティストに成長するであろうというアーティストをなぜかものすごい量を、見つけてこれるという特技をお持ちの、現在、働きながら、今ラボでもキュレーターをメインに、プロジェクトに参加していただいています。花さん、軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、今ラボではキュレーターをメインに、携わっています。花と申します。私が地元が福岡なんですけど、学生時代中高って地元のライブハウスで自分自身が音楽活動をしていたんですけど、その中で割と周りに同年代のアーティストがすごいたくさんいて、はいはい、でそれをこう自分も活動しながら見ている中で、なんかこういう人たちなんでもっと広まらないんだろうなって徐々に思うようになって、でそこから A&R とか、マネジメントとかの職業をどんどん知っていって、自分もそういう立場になりたいなと思って上京したんですけど、今結構多くのアーティストのミュージックビデオとかでダンサーが結構重要な存在になってるなと思って、でその時に、ダンスシーンをもっと深く知りたいなと思ったので、まず割とダンスの業界では大手のスタジオでイベントチームで仕事をしてました。でその後コロナになっちゃって、で、ずっと音楽に携わることは知っていたんですけど、今は個人で仕事をしながら今ラボでもプロジェクトに携わっているっていう感じですね。ありがとうございます。はい、今ラボの入り口はどこでした。それか、多分誰かリツイートしてたのか、おすすめで流れてきたのかちょっと覚えてないんですけど、自分のタイムラインに急に今村さんのツイートが流れてきて、でもその時点で結構リツイートとかいいねが多かったんで、なんだろうって思ってみたら、自分がその時にやってみたいなっていうような内容がすごいそのまんまあった場所 で割と、会社でもレーベルでもなくて、純粋に音楽が好きな人が集まって、アーティストだったりとか楽曲を自分が発信できる場所って意外と業界にこう入らないとそういう機会がなかったので、なんかありそうでなかった場所だなと思って、もうこれはやるしかないと思って何も迷うことなくメールを送りました。ありがとうございますそんな風にして出会った花さん、先ほど第3回目のゲストで来てくれたタルト代表の江守くんも、今ラボプレイリスト聞いてますそこでちょっと掘ってますってお墨付きいただいたんですけど、多分おそらくそれの一番上げてくれたのは花さんだろうなと思って、今日ちょっと4組早速紹介してもらおうかなと思います。はい、じゃあまず1組目のアーティストは誰ですか。はい、1組目が、ロニーというアーティストですね。で、楽曲は流星という楽曲を、選ばせていただいたんですけど、彼はサブスクで公開している曲がまだ4曲しかなくて、プロフィールもほぼないので、年齢も拠点もちょっとまだ分からないっていう知らないっていう状況で、でこれは2021年12月15日だから、去年の12月かにリリースした曲ですね。で
私曲探すときに割ともう、うん、イントロ聞いてサビまで飛ばして、うん、引っかからなかったらもうどんどん飛ばしちゃうんですけど、この曲イントロ聞いた時におすごいなと思って、まあ気づいたら最後まで聞いちゃってた曲なんですけど、割とトラックが、うんうんうん、なんだちょっとダークな感じっていうか、うんうん、ちょっと闇を感じるような不思議な感じのトラックなんですけど、なんかそこにあのパッと光が当たるようなクリアな声で、うん、なんかこれだけクッとアンバランスな、うん、ちょっと感じがするんですけど、うんうんうん、曲自体はもうなんかすごいマッチしてて、うんうんうん、すんなり入ってくる楽曲なので、はいはいはい、他の曲も割とそういう楽曲が多くて、なんか彼にしかないスタイルだなと思って、今結構最近では特に衝撃を受けたアーティストです、ね、確かに。まあこれ声もすごかったし、なんかメロディーがすごい独特でしたよ ね、 そうですね。これジャンルで言うと何になるんだろう。ジャンルもなんかちょっとどれとは言えないよな。なんかこうね、ディストリビューションっていう、ね、ところをオーチャードさんを多分使ってらっしゃるんだろうなって、まあ、YouTube とか見てるとね、はい、思って、結構その大人の人たちがかかってるのかなってちょっとウォッチしてたところはあるんですけど、意外とそういうわけでもなさそうで、本当に急に出てきたので、ね、なんかね、フォロワーもまだ260人ぐらいで、意外とその今年の3月に花さんが見つけてきてくれて、僕もその時点に聞かせてもらって、今6月3ヶ月経った今もそこまでフォロワー数は変わっていないんだけれども、あの、ね、新曲を結構定期的に出しているというアーティストですね。はい、はい、僕もすごいあの衝撃を受けたアーティストの一人でした、はい、ありがとうございます、はい、さあそして続いて2つ目のアーティストをじゃあ紹介お願いします。はい、2組目がサルというアーティストで、うん、はいはい、このアーティストからインソムニアという楽曲を選びました、うんうん、はい、去年から本格的に活動をスタートした福岡出身の、はいはい、シンガーソングライターですね、うんうん、で私自身も音楽のルーツがちょっと洋楽メインにあるので、はいはいはい、聴いてる時に R&B だったりとか、うん、ヒップホップ要素があるものに割と惹かれがちなんですけど、アーティスト聴いた時にこの人もこういう曲聴いてきたんだろうなって分かるアーティストもすごい好き で、はいはい、でそれを、まあ、このアーティストにも感じたのが第一印象なんですけど、曲自体はすごいシンプルで、なんかサビで特にすごい盛り上がるとかいう楽曲ではないんですけど、なんかちょっと気だるい感じというか、まあそういうのもありつつなんですけど、声がすごい柔らかくて、なんか時と場所を選ばずになんかふっと聴きたくなるようなそういう曲だなと思って、で多分名前も私見た感じそんなにまだ広まってないなと思ったの で、ね、ちょっと今回チョイスしました、フォロワーも今現在60人というところで、はい、2022年今年の2月に、ね、出たオレンジという EP の収録曲ですよね、はい、そうですね。でなんかそうで、それを4月から2ヶ月前に花さんがキュレーションしてくれて、でなんかこの EP 自体は僕も調べたら、その、ね、スピンコースターとかディグルマガジンとか割と、ね、有名なところでもピックアップされていたりとか、はい、あとカセットテープをなんかホリデーレコーズとかフレイクレコーズとかね、あ、割とそういうインディーズの有名なレーベルで販売してたりとかして、ちょっと世の中にね見つけられ始めてるのかなっていう感じがしてかなり気になるんですけど、じゃあ続いて3組目の紹介をじゃあお願いします。はい、3組目がストラアオというアーティストですね、うんうん、このアーティストからは実験エンジンという楽曲を選びました、はい、楽曲のテーマが音楽と怪人っていう、はいはい、音楽と怪人、へー、カット聞きどんな曲歌う人なんだろうっていう、はいはい、ジャケットも割とパッと見た感じ、うん、すごい奇抜なジャケット、だいぶ奇抜でした。なんか顔がなんかね、アニメイラストですごい崩れてるみたいなね。そうですね、ジャケットにちょっと目がいって聞いたアーティストだったんですけど、うん、まあ、歌詞にそのテーマに沿ったような尖った言葉が結構多いんですけど、うんうん、トラック自体はすごいポップで聞きやすくて、でもその何ですか、今流行っているようなそのポップだけじゃなくって、うんうん、その中にもトランペットとかの金管楽器とかの楽曲も入ってたので、うんうんうん、なんかその合間合間にちょっとおしゃれな部分もあって、はいはいはい、多分こういうポップな音楽聞きなじみない人でもちょっと聴けるかなっていうようなアーティストだったので、まあこの彼自身が結構いろんな言葉
使いをしてたので、うんうんうん、他にどんな言葉とかあと音も使うんだろうと思って、うん、他の曲もすごい気になるなと思ったアーティストでしたね。確かにそうですね。なんかアルバムも20曲入りとかでこんなに多いって思ったのと確かにジャケットも独特だったし、あとこう聞いた瞬間にあ完全に新しい音楽体験をしてるって思った記憶があって、はい、ポップなんだけど本当にそれこそねいろんな音楽あの楽器を使ってたっていうのも含めて、まあ、実験って言ってるぐらいだから本当に何かねことを起こそうとしてるアーティストなのかなと思ったほどに、あの新しい音楽体験を僕もさせてもらったなという記憶があります。はい、ちょっと惜しいですけど、ね、4組目にいよいよ突入しますけど、はい、いやもうすでにこの3組でも多分知らないアーティストばっかりだったと思うんですけどあのさらに知らないアーティストで、じゃあ4組目紹介お願いします。はい、4組目が青は止まれというアーティストですね。16歳の歌い手の青肌さんと、うん、あとボカロ P のイオタス2組のユニットなんですけど、うん、現在公開されている曲がこの未明しかなくって、うん、なのでちょっとまだ他の曲がどんな感じかは全くわからないんですけど、はいはい、見つけた時にイントロですぐ、まあ、歌が始まるんですけど、うん、声聞いた瞬間にその、うんまあ、技術とかは抜きにして、うん、あいい曲だなと思って、うん、もうそのまま最後まで聞いてたんですけど、うん、なんかそう純粋にいいなって思える曲ってあんまりこう出会うことがないので、うんうん、でその後に年齢も設定あまだいろんなことできるなと思って、ちょっとこれからいろいろ聞いてみたいなと思ったアーティストなんですけど、はいはい、でも素晴らしいですね。やっぱりそのいや僕とかは割とこう、ね、16歳っていうところにすぐ行きがちだからそういうわけじゃなくてね、そうですね、歌声もちょっと16歳って思わなかったので、全然確かにこれ聞いた瞬間全く思わなかったですね。でもこの本当に、ね、1曲しかない状態ってやっぱなかなか見つけられないんで、そうですね、うん、すごい。だからねここまでもだからね R&B もあれば、はい、ちょっとバンドっぽいねあのシンガーソングライターの人もいれば、はい、ボカロからの歌い手さんもいて、はい、とにかく幅広いですよね見つけてくる楽曲が。そうですね、もうジャンルは特に決めずに聴いてるので、うんうんうん、いいと思った曲を聴きたいっていう感じだったので、うんうん、ただ今回4つしか選べなかったので、うんね、それぞれちょっと自分が得意だなと思う、そのそれぞれのジャンルから1組ずつ選びました。素晴らしいです、ありがとうございます、はい、ということであの花さんに紹介していただきました。あのよかったら、今ラボのプレイリスト入館プレイリストの F 横番外編スペシャルをぜひ、聞いてみてください。花さんなんか一言ありますか。引き続きぜひね、はい、あの上半期も終わり、はい、下半期に向けて何かありますかそうですね、コロナもなんかちょっとずつ、うんうんうん、落ち着いてはないんだろうけど、うんうんまあ、音楽シーンもちょっと動き始めたなって感じがしたので、うんうんまあ、このコロナ禍に動き始めた在宅系のなんか宅録系のアーティストも多分これからちょっとずつ出てくるんだろうなと思ったので、はい、なんかもっと自分の得意なジャンルでこれからも見つけていけたらなと思います。ありがとうございます、はい、必ずキュレートしてくれた時に花さんがあの自分のツイッターでもつぶやいてるので、はい、あのそれと一緒にぜひ、入館プレスを聞いてみてください。で、最後に、まあ、5組目というところであの僕の推薦アーティストで、今日はですね幽霊の怪奇譚を紹介させてもらおうと思ってます。楽曲はラブゾンビという、5月の28日にリリースされた最新の楽曲、ぜひ聴いてください。このアーティストまさに今ラボで出会ったアーティストで、今現在、TikTok のフォロワーがすでに6万人を超えて、楽曲でいうと2000万回以上がすでに再生されているという次世代のアーティストで、彼自身がまあ作詞作曲家でもありつつもちろん歌手歌い手でもあって、でイラストが描けてアニメーションも描けて、ボカロ P でもあるっていう才能の塊みたいな、なんで一人で、毎日多分 TikTok の投稿をして、毎日インスタのライブをして、アニメーションもしくはイラストを描いて曲を作って、全て、ゼロから、一人で発信ができると。
いうやっぱり今時のアーティスト、でもこういうエネルギッシュのアーティストがやっぱり、ね、世の中にちゃんと出てくんだなというところを僕たちも今一番間近で見つつ、ただやっぱりそこだけでなかなか終わらないのがやっぱり今のアーティストで、なんか TikTok とか SNS だけで売れてるよねっていうところからやっぱりどれだけあの外側に広げていけるかというところもあって、まあ、今僕たち今ラボではこのアーティストのサポートをして、この間も、ね、あのテレビの地上波で紹介されたりとか、SNS を飛び出して、今全国に、少しずつ知られ始めているアーティスト、幽霊の怪奇譚と言います。とても不思議な中毒性のある楽曲なんで、イラストとともにぜひ一度聴いてみていただきたいなと思ってます。はい、ということで今ラジオ音楽でドキドキしたい君へ第3回目後半戦、今ラボのキュレーターから花さんをお迎えしました。花さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、今日紹介した5曲とそれから、次回もキュレーターを招いて、紹介しますので、今ラボのニューカマープレイストのトップ20、上半期のトップ20ぜひ、今ラボニューカマープレイスト F 横番外編スペシャルにて公開してますので、よかったら聞いてください。ポッドキャストの説明のところにもリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで、今ラジオ、音楽でドキドキしたい君へ、第3回ありがとうございました。前半戦、ゲストにですね、タルトの代表、江森さんをお招きして、新人アーティストの、まあ、発掘方法というかですね、まあ、どんなところを見て僕たちは発掘してるんだろうというところを一緒に話してみました。次、第4回に関してはですね、今度は、逆にスタッフ側とかそれからアーティスト、じゃあ今度アーティストにはどういうことを求められるんだろうみたいなところを話していけたらなと思っています。ということで、また次回エピソード4も聞いてください。今ラボ主催の今村圭介でした。 FM 横浜ポッドキャスト